スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。はい。で、その前にお知らせですね。来週の週末の戦略はですね、大阪出張、はい、会場セミナーがあるためお休みとさせていただきます。で、ちょっと一つお話したいことがあるんですけども、まあこのシリーズ含め、YouTube、そしてブログなんかもね、もしかするといつか辞める日が来るかもしれません。というのもですね、ちょっとやっぱりこの週末の戦略シリーズ、アップロードするためにはね、土日2日間休むっていうことができません。休むっていうその私が、休みを取るということがなかなかしづらい。まあ来週はその会場セミナーというものがあるんですけどね。あとまあブログに関してもですね、やっぱり実際にサーバー借りて、作業とかしていってっていうことがもう本当にちょっと最近お金もかかりますし時間もかかるので、どうしようかなって悩んでるところなんですね。まあただこの週末のね戦略に関しては、まあ多い時で200回ぐらい再生いただいてるんで、まあできれば続けていきたいと思うんですけども、まあできれば応援お願いいたします。私もできれば続けたいですし、もしかすると辞める日が来るかもしれないということだけちょっと、知っておいてください。はい。それではまあ気を取り直して、やっていきます。米ドル円冷やしチャートですね。はい。まあ、116円台半ばまで、行きました。はい。でですね、まあそろそろちょっとね、短期底打ちってもおかしくないかなと思うんですけども、まあ戻すにしても次118円台後半ですね。はい、前回までこれサポートとして機能していたところ、ここか。このあたり、はい、まで、行ってどうなるかなというところなんですけど、まあもちろん下に行く可能性もありますよ。で、週足チャートで見るとこんな感じなんですね。まああまり形はよろしくない。ただ次115円台半ばなんですけども、そこまでも行ってしまうのかなと。でですね、先週末、まあ昨日なんですけども、ニューヨークダウが、安く終わっています。なので、月曜日日本市場もおそらく、株価、から、まあ、株価安くなって、そして、米ドル円、そしてクロス円は円高方向に多分、まあ、動く可能性が高いです。ただその後どうかなというところなんですよね。で、ユーロ円冷やしチャートです。はい。まあまあユーロドルの方がね、結構こじっかりしてたんで、まあそこまで悪い形ではないんですけども、ちょっとまあ安値圏に来ているので月足を見ますとこんな感じですね。ここを抜けてしまうとですね、結構真空地帯で、まあ123円台600あたりもあるんですけども、まあどうですかねといったところです。はい。で A ポンド円ですね。まあこちらも A ポンドが売られているので、はい、かなり下がっています。で、月足で見るとこんな感じ。はい。まあ、ここもちょっと割りかけているので、ここを割り込んでしまうと次158円台、まあ、前半ですね。どうですかね。はい。A ポンドドル次第のところもありますけども、そしてユーロドルがまあ比較的、まあ全部下がっている中でもまだ、こじっかりしているんですけども、はい。まあ、このあたりですね、ちょっと、はい、ダブルトップのような形で、下げたんですけども、ちょっとまあ、下値がだんだん切り上がっていってるんですよね、こう、右肩上がりに。なので、まあ、ちょっと期待できるかなと。で、次 1.10 です。で、この 1.10 を、まあ、ブレイクすると、もうちょっと、上を試しに行っても、いいのかなというふうに見ております。はい、ユーロに関してだけちょっとね、期待はしています。で、先週、ご覧いただきました、ユーロ A ポンドです。あまり馴染みがない通貨ペアだと思うんですけども、前回日足、そして今回、まあ、週足でご覧いただいております。はい。まだまだ、上値余地あるんですよね。そう考えると、まあ、ユーロポン、A ポンドで見ても、ユーロが上がる余地はあるのかなと。そして、A ポンドドルですね。これちょっとずっとあんま関係なかったんですけど、もしかすると、サウジ関係あるのかなと。はい、この A ポンド売りと。なんかそんなことを、為替の勉強してるときに、A ポンドとサウジはどうこうっていうのがちょっとあったような気がするんですけど、全然関係なかった。ごめんなさいね。最近ちょっと、そういった、細かい材料っていうのをあまり見ていないんで、はい。で、月足で見るとこんな感じですね。はい、まあもうここちょっと割
割り込んでると言ってもおかしくない形になってるので、次でも 1.36 なんですよね。さすがに 1.36 は、600ピップスとかあるので、あまりにもねちょっと遠いかなというところで、まあそこまで行くかと思っていっても行っちゃうのが A ポンドなんですけどね。はい。で、ゴードレーンですね。はい。まあゴードレーンはロングされている方がねおそらく多いと思うので、まあロンガーさんにとっては厳しい、相場が続くかなと。あとあのリピート系の FX なんかでもね、おそらく、ゴードレーンのロングとベイドレーンのロングしている方が多いと思います。はい。まあロスカットになってるのか、それとも含み損がかなり多い状態になってるのか分かりませんけども、まあそろそろちょっと持ち直してくれてもいいかなと思うんですけどね。突き足で見るとこんな感じです。はい。で、ここ踏ん張れないとですね、次76円台も、行ってもおかしくないような状況になってきます。はい。で、次ニュージーランドル円ですね。まあこっちの方が先に、底打ち、しそうなんですけども、はい。で、こちらも突き足で見るとこんな感じですね。ここ終わってしまうと、71円台半ば。ちょっと、いろいろな通貨、見ていったんですけども、まあ、まとめて言うと、まあ、米ドル円、豪ドル円、ニュージーランドル円あたりは、ちょっと戻していってもおかしくないかなとは思います。A ポンドに関しては難しいですけどもね。そして来週の重要指標などなんですけども、欧州中央銀行政策金利発表が予定されております。まあ、ユーロの、取引される方はご注意ください。まあまあ、利下げ、利上げ、まあ、利上げはないでしょうけども、はい。まあ、こういった指標発表の、スケジュールはこの動画の解説欄に URL を貼っておきますので、そちらご覧ください。そして私のこちらの著書の参照の75ページでも書きましたけども、あ、Amazon 在庫切れになってましたね、また。はい。で、まあ、政策金利発表時、おそらくね、まあ、据え置きで、動かなくっても、その後の要人発言、記者会見なんかで、為替が動き出す、走り出す恐れがありますので、発表時刻を過ぎたからといって油断なされないように、ご注意ください。はい。で、スノーキーの来週の戦略です。米ドル円はやや強気、ユーロ円は中立からやや強気、ポンド円は弱気、そしてユーロドルはやや強気、ポンドドルは弱気と。で、まあ、そろそろ、短期底打ちがあってもおかしくないかなとは見ております。ただ、月曜日は安く始まるかなとは思います。投資に関する最終決定をご自身の判断と自己責任でお願いいたします。はい、ということで今回は週末恒例来週の戦略でしたけども、これ以外にもいろいろなお話をしていきますので、チャンネル登録をお願いいたします。私のブログはこちら2つありますので、こちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。来週、大阪会場セミナー来られる方はお会いしましょう。楽しみにしております。